ゴーヒロミファンの皆様こんにちは。本日はね、平凡76年1月号のゴーヒロミさんの記事を朗読したいと思います。見開き2ページになってまして、まず最初はね、ゴーヒロミさんの人相診断となってます。浅野八郎先生がね、診断しております。でまず最初はね、眉毛になってまして、眉毛、太い濃い眉毛、一直線に伸びています。家庭的なものを求める人、母親とか兄貴に対する憧れがあります。冒険心があり、独立運が出てきます。恋に対する情熱も高まります。25歳までは上昇運を続けますとなってます。まあいい眉毛ですね。家庭的なね、ものを求める人ってなってます。で、母親とか兄貴とかちゃんとね、なんていうのかな、尊敬する念が持ってるというかね、すごいですよね、憧れがあるというのは。はい、その次がね、目尻になってます。で、目尻のシワがはっきりしています。このシワを魚尾と呼んでいます。魚のっぽと書いてね、魚尾と呼んでいます。20歳から大きな仕事を始めたり、新しいことをスタートして成功します。初恋の女性と結婚していくでしょってなってるんですけどね、結婚はだいぶ後になったんで、初恋人ではなかったような気がします。まあ結構ね、まあその人相的に見てそうで、ということでしょうね。で下がね、ほうれいのシワが途中ではっきり切れています。ほっぺたのね、シワですね。金銭上の大損害があるかもしれません。人のために大金を使うかもとなってます。まあね、人気者なので、まあそのあたりは大損害でね、食らっても大丈夫と思いますけど。はい。で次がね、眉毛になってですね、眉毛と眉毛の間ということで。眉毛と眉毛の間にあるイボ状のほくろ、これは人に好かれたり信頼される運を表します。思いがけない幸運を使います。年々よりもこの部分がぐんと良くなっています。体のコンディションも安定していますってね、毎年変わるんですね。で浅野先生、去年も昨年も見たんでしょうかね、そういうこと書いてるんで、なんとね、毎年そんな変わってくるんですね。人相ってそんなに変わらないと思いますけど、やっぱちょこっとずつ微妙に変わってくるんですよね。で、これで言うとなんか思いがけない幸運掴んだりとかね、人に好かれたり信頼される運を表しますってなってるんで、やっぱ人間としてね、立派な方なんでしょうね。だから人に好かれたり信頼、そういうの、やっぱり人相出てくるんでしょうね。はい。で、一応最後のね、鑑定、診断はね、顎ですね、顎。顎が細くて、この部分にシワやシミが多くなっています。これは水に関係した仕事や恋にチャンスがあります。海辺や湖の見えるところで人と巡り合ったら、あったり、海や湖に関係のある仕事でヒットしますとなっています。なんとね、顎が細くてシワやシミが多くなっていたら、水に関係した仕事や恋にチャンスがあるというね、なんとね、水に関係したドラマとかあったんかな。ね、歌もそういう歌があったら、多分おそらくヒットしたでしょうね。ちょっと、まあ興味ある方はね、調べてみたら面白いと思いますけど、本当にその時代にそんな湖とか、ね、海に関係する歌があったのかなって思いますね。で次はね、大きい見出しが、ヒロミは今初心に帰ったとなってまして、すっかり大人に成長したヒロミくんが語る来年のでっかい夢はとなってます。それを朗読いたします。今年も余すとこ1ヶ月余り、こたつが恋しい季節になりました。正月番組の録画撮りに大忙しのひろみくんに今年を振り返ってもらい、来年の抱負など真面目に語ってもらった。75年はどんな年だった？やたら忙しい1年。でも充実した年でした。思い出に残ることは、学校を卒業できたこと、足の怪我を押して夏の縦断リサイタルを成功させたこと、二十歳の誕生日など。最近大人になったみたいだ。そうなんです。昔はファンの人にそう言われると気味悪かったけど、この頃は大人になったみたいと言われて自然な気がするのです。二十歳の記念ディナーショーで、これからのヒロミ君は真面目号からひたすら号に乗り移るって言ってたけど、どういう意味？この2、3年の僕の仕事を振り返ってみると、真面目に与えられた仕事をこなしてきただけみたいなんです。もう少し自分のやりたいことを来年からはがむしゃらにやろうと思っているんだ。デビュー当時の気持ちに戻って仕事に挑戦しますよ。なるほどね。デビュー当時のね、新鮮な気持ちになってもう一回やりたいと。今まで真面目にね、言われたことをしてきたけど、これからひたすら仕事をね、
こなしていきたいんだっていうね、決意の表れがありますね。はい。受験の勉強している。まるでその暇がないんです。試験は受けるつもりなんだけど、まあ来年がダメなら、再来年もあるさの心境なんです。今悩んでることは、くよくよしないことに決めてます。悩みはすぐその場で解決することがモットーです。でも来年のスケジュール見たら、マスターを、また忙しい年になりそうでっていうね、やっぱ遊びたい盛りなんですよね。休みが欲しいんですよね。ところが、見たらもうぎっしり詰まってるんで、顔がマスターになって、また仕事せなあかんのかみたいな。くよくよしないことに決めてますって言ってましたけど、ね。やっぱりなかなかそうもいかず、遊びたいのにね、こう、スケジュールもいっぱいやっていう。あ、くよくよする間もないですけどね。お酒を飲んでる。飲んでます。適量は水割り3杯。あとは思い出のヒットパレードを歌うのです。ちゃんちきおけさ、赤木のこぼり歌なんか。恋人、そろそろ現れてもいい頃だけど。いいですね。黙って僕の話に相槌を打ってくれる女性。男を立ててくれる。大和なでしこ型の女の人いないですか。来年もショーが中止になるの。6月のアメリカ公演を絶対成功させます。この前のショーみたいに、家族連れ楽しめるショーも考えているんです。振り付けとか衣装、メイクなども自分で考えてます。ここまで真面目に話してくれたヒロミ君でしたが、最近見た映画の話になると、新人気なき戦い、組長の首の菅原文太さんのモノマネが出て、またいつもの愉快なヒロミ君に戻ってしまったのですっていうね。意外にね、水割り飲んで歌う歌は、タンチキオケサとか赤木のコムレというね、なんか、郷ひろみさんのヒット曲にはイメージが全然合わない曲を歌ってるみたいですね。で、案外ね、こう見えて、なんていうか、亭主関白というか、黙って僕の話に合図打ってくれる女性とか、大和なでしこ型の女とね、いないですかとかね、結構ね、理想高い、女性らしい、ね、日本女性みたいな理想なのかなと思う。でね、話してくれた、最近見た映画が、なんとね、新人気なき戦いっていうね、意外や意外、結構ね、この当時のイメージからすると、ガチ男臭いなという感じね、受け取られます。なかなかやっぱり思ったより男臭いでしょうね。この頃から。あ、でもだいぶね、デビュー時からだいぶ顔つきが変わってる感じなんで、この写真はね、凛々しい感じがしますよね。ええ。まあそれではね、この辺りで記事終わりなんで、終了したいと思いますけど、またね、このような記事あれば、続けたいと思いますので、またよろしくお願いします。それではね、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。